富岡孝明、富岡高明明四42年2月28日は、日本の官僚、政治家、家族、監視人、山梨県,県県三次、熊本県知事、貴族院議員などを歴任する。所生と謳われた、明治の三筆の一人、中林五畜はいとこ。小木藩市、熊城平リオンの次男として生まれる。天保三年に、小木藩市、富岡僧八の養子となる。 天保十三年に、小木藩の四次である、鍋島三平の蕎麦役となる。江戸藩邸のゴルスイス契役、ゴルスイ、天役、西丸儀機万殺に、神田橋五門番頭、総目府県文部方指南役を歴任する。三十七歳の時に大酒を飲んだ上で失態を、お菓子園所処分、小木藩北端の王の村へ、山内木代として、左遷となる。この時、 脱藩の罪により越境の処分を受け困窮していた江藤新平を迎え入れ、役所の近くで寺小屋を開かせた。その後、藩主、直明没後に、藩内で戦王を振るったという三倉方、大田倉人に対し、高明ら勇士による人情事件が起こる。事件は未遂に終わり、高明は自首次第を言い渡されるが、佐賀藩主、鍋島人志政の除名により終身禁錮。 加盟断絶、家屋敷伝授一切没収となる。明治2年に斜面となり、佐賀本藩弁務となる。伊佐早軍令、神崎西山内軍令を歴任し、軍事局係も兼任。その後も仏産局係、上、佐賀軍令などを短期の間に慌ただしく歴任。明治3年には、小木富を賭けの最高を許され、長男の重昭を、士族として25国を給せられる。 また、佐賀本藩の永代藩士となり、大族となり、小三寺志保となり名を、康介と改める。明治4年には、佐賀藩県大三寺となるが同年に、廃藩地県が行われる。伊万里県県三寺に、明治5年には、山梨県県三寺に任じられる。山梨県では租税大小切、安積大廃止により大小切騒動が勃発している。高明は騒動後に赴任した。 県令、藤村志郎の片腕として、以後3年の間に、藤村の主導した道路改修事業や県北西部の日野原開拓事業などに尽力した。開拓事業の功績を称え、JR 日野原駅周辺の大技には、彼の名である富岡が付されている。百七十五年九月には、名東県ゴン県五島判事、翌百七十六年十一月には、 熊本県ごんとなる。ごん在任中には、西南戦争に遭遇し、熊本城で、司令長官、谷畑少将参謀長、河山助則中佐、道副長、小玉玄太郎中佐等と54日間の牢城戦を耐え抜いた。その後、熊本県で、同知事となる。1891年に退任すると、4月に、 山梨県西山梨郡里垣村一家で移住し、また同年4月9日貴族院直選議員に任じられ1892年3月まで在任した。晩年は山梨における監視団でも活躍し、1899年には総松山防止市を観光する。また晩年には日記も表している。明治42年。 山梨県西山梨郡里掛村の自邸にて、肺炎で死去した。生涯に4人の妻との間に21人の子を、設ける。1900年5月9日に男爵に列せられる。異界勲章東高明は、行政官を退任後に、山梨県で余生を過ごしたため、甲府市の富岡家には、高明や富岡男爵家に関する資料群が、伝来している。富岡家資料は、 北都市長坂郷土資料館や山梨県立博物館による調査、整理、目録化が行われており、総数約千八百点余りに及ぶ。内訳は、主に古文書や点石などで、甲冑や刀など実物資料も存在する。江戸後期の小木藩時代のものから、山梨県県三次、熊本県令知事時代の行政官時代のもの、及び退任後の監視関係の資料や、 高明没後の富岡男爵化資料が含まれる。旧藩時代から在任期間の短い山梨県県産時の資料は少なく監視関係資料や富岡男爵化資料が主体となっている。旧藩時代の資料では人情事件を高明自身が記した単身広くなど注目される資料もある。山梨県県産時の資料では事例のほか大古切り騒動を記した。 大小切一条二不百姓創上略日誌などがある。熊本県知事時代には西南戦争を体験しており、高明自身が戦争の経緯を記した老城日誌がある。また、実物資料では高明自身が入手したと思われる熊本城の瓦楽が伝存している。高明は行政官を退任後に山梨県で監視人として活躍したため、監視の装甲や色紙、 記号や、監視集の、総松山防止紙などがある。また、高明晩年の日記、山梨日記もある。前日した、里垣村の住居は、旧、富岡高明屋住宅の名称で2000年4月28日に、国の登録有形文化財に登録され、付随する、建築物、工作物3件も2003年3月18日に、登録された。 2014年現在下記の4件が登録有形文化財に登録されているが一般公開はされていない。ありがとうございます。